じゃあね、反対って声を上げても飲み屋でこう打ちってても、うん、自分たちは結局その消費社会にとぶら下がってしか生きていけないんで、結局どんどん苦しくなっていくだけなので、うん、自分たちで食い物を作り、自分たちでちいちゃんがなりわいを作り、周りの仲間と共にこう、うん、事前で助け合っていくって感じじゃないな、お互いの強みと弱みをこう生かしながらこう、うんうん、助け合っていくとかこう補完し合っていくっていうか、君はパソコン得意だね、じゃあ俺苦手だからじゃあお願いします、その代わり俺はお料理得意だからあなたにお料理作りますって、それが本当の経済だろうから、そういうものをマスに任せるんじゃなくて地域や顔の見える関係でやっていくっていう、それが最大の防御であり社会を変えていく攻めでもある。Mm-hmm.